農家と農編集でお送りしています。おはよう、変わらないな、朝食です。はい、日曜日の朝ですね、6月の2日、だいぶ食材が切れました。これがコーヒーが切れましたので、もう見えないですね。こんなコーヒー牛乳ですね、はい、ほぼ半分、3分の1ぐらいかな、見たらコーヒーが、コーヒーですね、牛乳がなかったですね。今日はプルーンにバナナを和えました。バナナを入れました。はい、これサラダです。ちょっと今日また大盛りになりましたけど、卵が切れましたしね、卵とトマトが切れています。5枚入りの4つ切りですね。1、2、そうですね、4つ切りで三角のゴーヤと、ちょっとサラダ大盛りですね。はい、こんな感じで朝の良いですね。ではお祈りいたします。天の父の神様、日曜日の朝の糧を感謝いたします。この糧を感謝して、イエス様の名前によっていたします。アーメン。はい、感謝いたします。日曜日今9時半ですね。遅くなりました。遅くスタートになりました。はい、ちょっと11時間の、いつも集うこの礼拝の時間とにらめっこ しながらの、礼拝、食事です。はい、コーヒー切れましたですね。少し買う本数が少なかったのか、飲む量が多かったのか、ちょっと分かりませんけど、はい、ちょっとサラダ大盛りでちょっと食べるのに苦労しますけど、まず親の方から、苦売りですね、ゴーヤですね。はい、ちょっとレタス、キャベツですね。キャベツをちょっと配分は煮余ったかなという気もしないじゃないですけど、ちょっと朝ですので、はい、サラダをちょっとまあ一気じゃないですけど、はい、これが6枚入りのそれも四つ切りですね。はい、はい、伝わってますね。はい、今日は天気がいいですね。今日は8時15分過ぎですね。17分頃起きましたので、お仕事の場合は10時出勤ですので、7時過ぎにいろいろ、7時過ぎに起きるように心がけてますけど、7時前ですね、7時前に起きるように心がけてますけど、日曜日は少しどうしても、まあお休みということで、目は覚めてるんです。起きるのはあれですね。ちょっと寝るのも12時過ぎましたから、はい。もくもくと食べてますね。昨日はまた、夜中っていうか3時過ぎに目が覚めて、まあ、2度で寝すぎずに頑張って起きましたけど、今日は ある専門家が休みの休日の妬みは良くないと言ってましたけど、まあ
その何かリズムの一番寝る時間帯のを崩さない方がいいって言ってましたですね。はい、まあ、専門家なるほどなと思って言いますけど、なかなか基本的なことを実行するのが難しいですね。すぐ自分の思いが出てきますね。はい。朝から特にサラダ。ちょっと。ちょっと量考えてすればよかったんか。かお昼に回すか。もう大盛りになってしまいました。はい。はい。先ほど朝の支度しながらルーティンとしている米津香さんの西の虎川ですね。今話題は、まあ、東京都都知事選ですね。まあ、そうなりますね。日本の首都ソリダニとになるぐらいの日本の 顔ですので、いろいろマスコミの話題となっています。7月、まだ公示されてないかな、正式には。ちょっと多くの方々が手を挙げてますけど、政治は一瞬は闇とか、そういうそういう伝えもありますけど、はい。だいぶ黙々と食べた量が減りました。もう今日はおしゃべりよりも黙々と時間とのにらめっこです。はい、もう
こう。ドレッシングが、なんか知らんなみたいなけど、ドレッシングがもう、はい、完食でーす。はい、ちょっと食べて、追跡します。コーヒーが少ないですね。もうはい。コーヒー急に。今日は珍しく、プルーンですね。バナナと、バナナを入れました。はい、バナナがもう。牛乳と卵もとトマトは切れましたけど、バナナは切れませんでした。1日2本ですね。まあまあ妻が食べないんですかね。先ほど食べてますけど、4、5本、3本か4本入りの4房買いましたけど、若干。日曜日の朝まで持って、はい、もう10分、まあ11分ですね。ちょっと早いペースで。今日は朝寝坊したのでもくもくと食べています。はい、プルーン完食です。ごちそうさまです。はい。マサトです。まだ残ってますけど、千村さん、6月2日、朝寝坊でもくもくと朝食しています。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。次回のおはよう、変わらないな朝食で、お会いいたしましょう。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします。マサトでした。仕上げのいつパサンプルジュー、シャロムシャロムシャロム。